Cuéntame. なんか読んでいる場合ですか。
selling. 目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。なるのよ。我々が失ったものを全て取り戻す。気にしないで。
Yeah.
重症ね。気は尽くした、我に力を。我々が失ったものを全て取り戻す。星空を掌握する欲望を隠さない。
は尽くした。我に力を。はっ、真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです。彼らの目的は本当に正確であり、正確によるペロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から正確の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる代価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。傲慢、無知、失望したぞブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。
泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか。どうしてシルバーメインを列界に送り無駄死にさせるのですか。どうして下層部の民を見捨てたのですか。どうしてあの時お考えを変えたのですか。分かったわ。いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな、本当に真実に触れる覚悟はできているのか、ブローニャ。は、覚悟ならできております、お母様。ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。シルバーメインの上級軍官だ。じゃあ炭鉱の言う。ああ、それとどうしたのゼール。何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。私たちは隔たれて。何でもないわ。見張りのシルバーメインがたくさんいるわね。いつもこうなの。いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか。誰だか知らないけど今日は、早く入ってきて。なるべく私のところまで来たのならもう安全だよ。それで一体何の罪を犯したんだ。前線からシルバーメインを撤退させてまであんたたちを探してる。上層部のみんなも怖がってるよ。うちらは。待て、美月。ブローニャから聞いたんだ、お前を完全に信頼していいと。なんだそれ。ブローニャを強調して自分たちはまだ私のことを信頼してないと言いたいわけ。まあ警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ、私なんかがカカリアに話しかけられるわけないから。私を喧騒者から追い出したのが彼女だから、今さら近づく理由もないし、喧騒者が確実な証拠を示さない限り私はあんたたちが罪人だとは思わない。もう見慣れたやり方さ。だってバタバタし始めると細かく。詳しいも何も昔は親友だったんだ。当然今の私はこのからくり工房でポンコツを直して音楽をやって、まあ、あんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。行方不明になったブローニャが私を訪ねろって言ったのは、きっと用事があるからでしょ。信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど、私の勘が教えてる。あ、講談ならうち得意だよ。やはり俺が話そう。美月で
ローニャの情報がないわけだ。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話作りたくても作れないだろうし、それにゼーレちゃんがその証拠になる。性格ね。私を訪ねてきた理由が分かった気がする。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が成果喧騒者じゃなくなったのに、またこの言葉を聞くことになるとは。いいよ。ベロブルグで性格の、でも私の運が悪かったんだ。もしかしたら私は知ってるよ、観測結果。俺たちは必ず成功。問題な、ベロブルグの北はシルバーメインの金。そう、どうやら時間が許して。固くなに攻め、本当。これで決まりだ。今日来るって言ってたのを忘れてた。あんたたちはどこかに隠れてて、私が対応する。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってた。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後で全部。ああ、もうそうだね。姉さん、様子がおかしいが何かあったのか。え、いや大丈夫。どうしてそう思うんだ。いつもは僕の名前を呼ばないだろう。ああ、あんたはずっとみんなの前では好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事で来たんだ。砦の装置が故障した。部隊の技師じゃ手に負えない。姉さんに見てもらう必要がある。何の思考が凝り固まったやつらじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、街で突然。それは僕が受けた命令は。じいちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さん。やめてくれ。分かった、僕が言わなくても昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。第守護者様は。なるほどね。わからない、彼女はクリフォト城を離れていない。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの仕事。ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああ、そうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定スイートをここに置いていたな。持っていくよ。待って、どうしたんだ姉さん。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。この間部屋を掃除した時にそれを全部そこにまとめて置いておいたんだ。用意が。理由がおかしいことはともかくとして、してない。あんたってやつはお姉さんを何だと思ってるわけ。もういい、確かに姉さんのプラ。な、ちょっと待って、その侵入者たちってただ聞くだけなんだけど、どんな罪を犯したの。喧騒者を陥れ、ベロブルグの破滅を目論んだ。私を処分した理由と大差ないんだね。そんなことを言うな姉さん。姉さんが大守護者様に不満があるのは知っているが、その話は。また叱られたね。分かった、弟、時間があれば行こう。出てきていいよ、もう安全なはず。私たちだけで安心して。ブローニャも似たような
さっき試した。ほら、知る。ブローニャ、彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。仲がいいほどではないわ。ただ彼女と約束したの。安心して、彼女は私。超厳重な警備。よし、お姉さんに任せ。ここから先は軍事エリアで。待て、あなたは。え、いや、フランツじゃない。久しぶり。どうしてまだ入り口。それは答えられないですよ。そのこんな遅くにどうして。弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。この人たちは私の助手で、ここにあるそのパイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題。いえ、ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時。ありがとう、フランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので。俺の。簡単だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。私はジェパードのお姉さんと認識されて嫌だけどね。今回は真ん中にあるあの機械の桟橋。果てが見えない宴会。さらに北部に向かいたいのなら、あの地。そうだよ、今さら引け。じゃあ私はこのタイプの3。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？ダメ。じゃあ他のを探す。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。そうすれば前線が突破されても烈海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入。ブローニャ、ただの憶測。前に進もう。
で全部賄う？この装置の件だからも。なるほど、行こう。あの兵士に入れても。やあ、お前たちが緊急。いや、今のところ全て駅点検をしたいから。ダメだ、護衛。大守護者様が来てもだ。大守護、その手には乗らないぞ。やば、この人。さっき暗号キーって言った。ダン隊長は今休憩中だ。ダン、ダン、はあ、早く。仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの。この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ。もう報告します。みっともない。来、大丈夫だよダン。今のキーボードも悪くはないんだけどさ。昔のことだセーバル。俺はもう久しく少しよそよそしい物言いだ。パイプは全て点検したけど問題はなかった。あそこの衛兵から聞いたんだけど、暗号キーが必要。セバル、ジェパード自衛官に。ん？ああ、それは姉さん、禁区のエネルギーパイプが故障し。じゃあもう一つ。今朝かな。そう、今朝だよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかり。え、ま、セーバル、お前は連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだ。セーバル、セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言う。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから、この件はベロブルグに関して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの連。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。めんどくさいやつ。次。あっ、平気よ。おやすみ。
バルだ。ただ一時的に気を失っただけだ。頑固なやつ。でも強かったわ。見つけた。これが暗号キーだ。今気づかれたよ。これは敵襲警報。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても正確を。行こう。エネルギー中枢のところに戻ろう。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たすだよ、ゼールちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。気迫を示せ。どうかさばかあって全て取り戻す。やった、開いた。少し時間を。緊急消防ダンスフロアの機関桟橋制御端末。よし、エネルギーシステムが。あのさ、セーバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの。気をつけて。他に道は。めんどくさいやつ。
お注射の時間よ。命の重みを味わいなさい。気は尽くした。我に力を。ちゃんと直さないと。犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。あんたはどうして私がここにいるか分かる？それが本当ならどうして？あんたには分からない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのは姉さんとそこの3人は。聞いて、チェパード。烈海の誕生と蔓延は正確に。正確のことは知っている。第守護者様は早くから僕に警告さ。シルバーメイン整列、彼らを捕らえる。烈海のモンスターは近畿は真実が隠されている。カカリアは私がそれらの。もういい。私が言いたいのはそれだけだ。
あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前で。これは子供の頃のお遊びじゃ。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよ。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。
方がもういいでしょ。ジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前。そうだよジェパード、たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。ブローニャ様、言うべきことは全部言ったから。私はシルバーメインの受衛官だ。だがブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。シルバーメインにとってベロブルグのみんな、民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は、もし嘘なんてついて、君がゼーレか。いい腕前だった。だが信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに。わかった。このまま北に向かうのなら、完全に侵食された裂界を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメイン、だが気覚悟はいいか。キンクの門が開けば、だが覚悟はいいか。分かった。シルバーメイン、毎日こんな攻撃を受けて。ああ、シルバーメイン。シルバーメインに来たね。迎撃準備。設計
悪いこと。お薬の時間よ。ありがとう。しつこい。あんたのために用意したのよ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。代価を払ってもらう。我に力を。通路が。あんたもそう。セイバルはここ今の俺たちだが、ひか。見て、あそこの地面、何か落ちてない？気をつけろ。不用意に裂解の中のものに触れるな。これは。どうやら この装置すごく複雑ね。そうだ、俺は裂解深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが他に方法はない。七に落とし入れて後行くだ。へえ、理性的な。どう？そう。でも他に。ああ。
を守ってるみたい。そのようだ。妙だな。烈海のモンスターは人造物を破壊するはずだが。みんな、今よし。次の装置。スイッチがない。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。